那覇バス石しみね営業所那覇バス石しみね営業所は、沖縄県那覇市首里石いみね町にある、那覇バスの営業所である。ただし、同社の那覇市内線のみの使用であり、市外線はここを使用しない。隣接して、石しみね中学校がある。当記事では、営業所前のバス停である、石しみね営業所前バス停についても記す。那覇市首里地区にある、唯一のバス営業所であり、 首里地区を運行する同社の市内線のほとんどがここを、起点または終点とする。以前は5路線が東営業所を利用しており、うち1系統は県内最大の運行本数を持っていた路線であり、発着本数はかなり多かった。しかし、沖縄都市モノレール線開通後に2路線は廃止され、那覇場水管時に残り3路線でも減便が行われ、発着本数は減り、 本数が減ったことにより、管轄車両も少なくなっている。2009年3月に東営業所発着の路線が1路線、新設されたが、車両の管轄は進化は営業所が行っている。教育施設団地、住宅郵便局金融機関病院図書館、ショッピングセンター7番8番首里城下町線は、石峰営業所前はステーを利用。東営業所内には乗り入れない。ありがとうございます。